水晶乱舞月隠れ、獅子類類は見れど、日本の技、居合がない。ならば、使って倒すしかない。この物語は、熱き狂い病を宿すロマンバカな投稿者、コイコイが、世界に誇れる日本人の日本人による日本人のための戦技、居合で勝ち上がっていく、決闘見聞録である。はい、どうも皆さん、こんにちは、コイコイです。さあ、今日も元気にね、エルデンリング、闘技場遊んでいきたいと思うんですけれども、今回の動画はね、いつもの PVP1 対1で、主にメインの動画やらせていただいてるんですが、今回はね、奇跡的に乱闘6人対戦、これマッチングしていきました。でね、これのね、面白いところというのは、僕、居合をね、メインでやっているんですけれども、真っ向勝負で居合っていうのはなかなかやっぱり難しいので、一つね、隠れて不意打ち、つまり、江戸時代や幕末頃に存在していたと言われる辻斬り、このロールプレイで対人戦を楽しんでいきたいと思います。それでは最後までごゆっくりお楽しみください。さあ、この闘技場ね、実装された当初は僕も遊んで6人対戦やっていたんですけれども、いやもうさすがにね、今この環境だとなかなかマッチングしづらいんですが、マッチングをね、海外の方ともするという風にやって初めてマッチングしました。ちなみにレベルは150に落としてあります。さあ、姿を消してね、封印しようとしたんですけれども、さすがにね、まだ乱闘状態ではない、1対1が点在している状態なので気づかれてしまいますね。おっと、これはロンソシッチキシ、痛い、かなり痛い。こわー、居合前にやられちゃいましたね。体験分布にはさすがに勝てません。さあ、まだ1対1を続けている様子ですが、ここからね、局所的な乱戦が始まってまいります。そう、いい位置にリスった。さあ、この刀二刀流、岸君も同じ構えのやつを、おっ、マリケスを逃さず、居合、しかしこれはさすがに早かったか。海外の方とマッチングしてるんでね、やっぱりラグも考えていたい。どこ、ここはダッシュ付け入って KO、 まずは1人目。さあ、回復したね、青瓶を頼りにどんどんバフと姿を消していきます。さあ、いい感じでカモがこっち、あ、増えたんですね。鼻を開かせる前に居合で切り落としていく、素晴らしい。差し込みね、やっぱ姿消えるんでなかなか気づかないでしょうね。さあ、もう1匹2匹カモがいます。さあ、ここ、あこれ自分ごとやられて、これ逆にかぼられちゃいましたね。魚振られたところに硬波食らってフィニッシュ。うん、惜しいですね。やっぱりね、居合に全振りしてるんで、このビルトなかなかこう神走行といったところで。さあ、しかしここは闘技場、もはや与えてしまうわここはね、居合の間合いが伸びてきもしないでもないですが、また1人勝っていきます。いい感じ、今のところトップですね。さあ、クルービーを出してお茶を濁させていく。ここ、お、クルービーが当たったかのように見えたけど、これ隣の人の無知に取られましたね。魚振りも見ていかないといけないのがこの乱闘の厳しいところ。さあ、いかにね、居合斬りとはいえ囲まれては厳しいので、また例によって遠くに行ってバフを持っています。しかしこのビルドね、もうバフ持っただけで FB0 になっちゃうんで、瓶を欠かせません。さあ、獲物を定めて、あ、いい感じに乱闘してますね。あ、この人チャンス、あ、しかし当たらない。あ、逆にこれケツ掘られちゃいましたね。さあ、ケツ掘りモーションを掘ろうとするが無理でした。さあ、一旦離れて他に獲物はいないか、見つけましたね。いい、これは直接届けるり。さあ、フィニッシュしていく。さあ、回復モーションを勝っていきたいが当たらず、これは一発避けて切ったものの、このままぶった切られていく。んー、ラグから全然ダメージ入らなかったけど、この人の火力も凄まじい。でも今出血なのか僕のダメージが遅れて入ったのか分かんないですけど、すごい強いですね、あのドラストーリー。さあ、リスって早速見えざる姿を使っていきたいが、目の前にリスが現れて、これ見られてるか、いや、気づかれてないですね。さあ、火を力に変えて後ろから切り込んでいきたいところ。あ、これ強烈線で当てようとしたんですけどね、無理でしたね。急にくるって後ろ振り向かれましたわ。いや、周りよく見てんなこの人。さあ、緊迫した戦いが続いております。いい感じにね、これ乱戦してるところ横構えられてますね。さあ、関根の恨み、ドラ装備を一発両断していく。さあ、この刀マームね、すげえダメージ入ったんですけど、あと一歩届きませんでした。回復されてしまう。クリビでやろうとしたけど、このね、リス時の吹き飛ばし、これもなかなか乱戦時の面白いところですよね。さあ、ここは、おっと、止めて、ガッツキをかわしていく。ここ、前取って、R1、いや、入らない。相手のローリングに合わせたところ、クリビでお茶を濁して、さあ、疑似的な怠慢状態となっているが、一旦引きましたね。葵は禁物と辻斬りの、おお、クロスボウ打たれてる。あ、これチャンス、いいね、入った。これはもらったろ。しかしこっちも厳しい、巻き込まれていく。
さあ回復した瓶を使って逃げていきたいが、シッチキシがどこまでも追いかけてくる。すごい大きな仮面ね、ロックしてますね。さあガッツキの後しっかり狙って、これおまけでシッチキシももぎ取っていく。おいしい、このおおといったところで闘技終了。いや乱戦めちゃくちゃ面白いな煽られてる。はい、というわけでいかがだったでしょうか。今回はねエルデンリングの闘技場で乱闘を楽しく遊んでいきました。いやーこの辻斬りビルドをね思いついた時に真っ先に浮かんできたのが不意打ちだったので、ちょっと前の動画もね侵入ではああいった姿を隠してからの居合といった形の動画プレイスタイル上げていたんですが、なかなかやっぱりねこの対人戦闘技場だと1対1が今やはり流行っているので、今回のね久々の6人乱闘はすごく楽しかったです。今後もねこういったエルデンリングや中世や剣撃アクションを舞台にしたゲームなどをどんどん投稿配信していきますので、よければチャンネル登録高評価ぜひよろしくお願いいたします。それではこいこいでした。また狭間の地でお会いいたしましょう。またね。動画をご視聴いただきありがとうございます。こいこいゲームチャンネルは剣撃アクションゲームを中心に毎週金曜日に動画投稿、毎週日曜日に生配信を行っています。もしよかったらチャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いいたします。それではまた戦場でお会いいたしましょう。